皆様こんにちは。タイマバイヤーのスペインこと長澤みどり子です。本日のアイテムをご紹介したいと思います。本日は、こちらのクリスチャンディオールのお財布をご紹介いたします。こちらはラストバッグ5分に入っておりまして、開けてみますとこのミディアムサイズのお財布が本日のアイテムになります。ディオールのエクスプロラターウォレットっていうこのサイズで、縦が10の横が14センチの手のひらサイズですね。で、素材はラムスキンを使っております。で、ここステッチがね手縫いでされておりまして、金具シルバー、あとお色が、ブラックと、中を開けるとこういう風にパウダーピンクって優しい、フェミニンな、ね、組み合わせになっております。で、小さいんですけど結構あのポケットがたくさんありまして、こちらお札入れがついておりますが、お札入れが普通の他のブランドさんと違ってここ2つに分かれているんですね。ですので仕分けが結構しやすいかなと思います。あとこちらのこの部分が2つ小さいコンパートメントがあります。でこちらにも2つついてます。で、あとはコインケースがこういう感じでファスナー付きでついておりますので、広げると比較的こう大きめに開くようになっていて、たくさん入れれると思います。あとね、後ろにもここにちょっとしたコンパクトポケットついています。ここもバイカラーになっております。で、見た目もあのブラックとパウダーピンクでとても上品な組み合わせで、すごく素敵な、エレガントなアイテムだと思います。今季はブラックとこのパウダーの薄いピンクのお色の組み合わせで、昨年度は濃いめのフクシアピンクがブラックと組み合わせで出ておりました。毎年お色変わりますので、こちらは、今季のアイテムになります。本日はディオールのエクスプロラターウォレットをご紹介いたしました。それではまた。